スカリー軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,921人であり、2000年の16,361人から3.4%増加した。軍庁所在地はスナイダー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 スカリー軍は2006年まで州内に46あった禁酒軍の一つだったが、住民投票により、スナイダー市でビールとワインの販売が認められ、2008年の住民投票では軍全体で種類の販売が認められた。スカリー軍1876年に設立され、1884年6月28日に組織化された。軍名は弁護士で、 南軍の将軍だったウィリアム・リード・スカリーにちなんで名付けられた。1909年まで鉄道がなかった。出荷点は南のミッチェル軍コロラドシティがあり、さらに後には東のフィッシャー軍にある鉄道長になった。最初の鉄道はロスコースナイダーパシフィック鉄道であり、テキサスパシフィック鉄道が通っていた南東のノーラン軍ロスコーからスナイダーまでが繋がれた。 1909年頃に、さらに軍内の古花まで延伸された。1911年、サンタフェ鉄道のテキシココールマン線が軍内を通り、幹線になった。1900年代初期は、発展が、特に急速だった。スカリー軍の初期開拓に関わる重要な事実は、W.H. スナイダーのスケッチに見ることができる。スナイダーは、スナイダー氏の名前のもとになった人物である。 1877年、スナイダーは、軍内に公益キャンプを開設し、ダラスから荷車で木材を生んで店を建て、さらにダラスから商品も運んだ。トレールワゴンと呼ばれた荷車を使い、7つの首きをつけて牛に引かせ、荷車1台で5万ポンドの荷を運ぶことができた。スナイダーは、軍内に1軒の家を建て、雑貨とバッファロー狩猟者への補給物資を扱った。 他にもこの地に入ってくるものがあり、スナイダーの町の始まりとなった。1882年、スナイダーが町の区画を定め、2年後にはスカリー軍の軍庁所在地になった。スナイダーの町には事業を行う市民が集まり、独立教育学区ができ、4つの教会があり、交易の重要な中心だった。 鉄道が通ってからはその街の重要性が増し、1910年には人口が2154人になった。鉄道沿線には他の街も出現し、その中でも重要なものは、ロスコースナイバーパシフィック鉄道の終着域で、ある古花であり、またハームリーだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は908平方マイルであり、 このうち陸地902平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.55%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市未編入の街、ありがとうございます。